がとうございますね、ようこそおいでいただきました。本当にありがとうございます、まずね、流星、月亭流星、僕の弟子でございます。僕の弟子が出て、三度くんが出て、大神楽、そして僕、中入りがあって、また僕ということなんですけれども、まあ、袖で聞いてたんですよ。何を聞いていたかと言いますと、月亭流星、僕の弟子ですね、聞いてたんです。で、月亭流星が出てきて、月亭方正の弟子の月亭流星と申しますって言ったら、ザワザワっとしたでしょ。あのザワザワは何なんでしょうか。弟子おんねや。完全に分かりました。皆さんの気持ちが出てたよ。なんか皆さん心の中の声がなんか、すごく出てました。月亭流星も弟子取ったんですよ。まあ偉そうなんですけれどもね、まあ、弟子を取りました。月亭流星と言います。方正の正を取ったんですね。これ柳に正しい方正の正ですわ。話し家というのはそういうもんでございます。師匠から一字いただくんですよ。僕の師匠が月亭八方師匠でございますね。月亭八方のポーをいただいて月亭方正。まあだから厳密に言うたら月亭八方ですから、僕厳密に言うとね、月亭ポー正なんですよ。厳密に言うたら月亭ポー正なんです。僕どうですか。月亭、いや、まあ、ありがとうございます。月亭ポー正ってアホみたいでしょ。まあ、それはあかんなということで月亭方正になりました。早いもんで皆さん、12月の5日でございますよ。早いですね、本当に。いつもならね、いつもと違うんです。いつもならこの12月5日ぐらい、12月の初めぐらいは、例年なら僕この左の頬がいつも痛いんですよ。いや、あ、あははやないですよ。拍手はいらないです、こんなところで。痛くないんですよ。ないから、今年笑ってはいけない。やっとやわ。やっと平穏な日々が訪れました、僕に。毎年毎年14年間連続でビンタされてたじゃないですか。嫌よ。嫌だったの、すごく。だって僕53歳ですよ。53歳、もう恥ずかしいやんか。53歳で全国放送で、大晦日の日本の国民のなんか代表する番組でね、ビンタされるのなんて恥ずかしいやんか。53歳で嫌やわ、そんな。みんなに見られたくないよ、そんなビンタされてるとこなんて。52歳の時も恥ずかしかった。50歳からずっと恥ずかしかった。痛いのもすごく嫌ですけどもね。まあ、今年はないんです。さざ波のような拍手ありがとうございます。よく言われますよ、今年ないんですか、寂しいですとか言われます。すごく、もうやってほしいですとか言って、知らんわそんな。僕は逃れられました、やっと言ったからね。何がいいってね、このね、いや、僕大阪住んでるんですけど、一軒家住んでるんですよ。一軒家住んでて、まあ、近くに2、300メートルぐらい先に小学校があるんです。この小学校があっても、みんな僕の家って分かってるんですよ、小学生の子供たちが。ほんで年末のあの笑ってはいけないという番組が終わって、3学期が始まるでしょ、あれ冬休みやからね。ほんで3学期が始まったら、まあ来るんですよ、学校で。多分噂なるんでしょうね。ああそこやで、あいつんとことか、みんな知ってるから、まあ来るの。ピンポンダッシュするんですね。いや本当に今時のね、子もするんですよ。昔から変わらへんねん、子供は。同じや、ピンポンダッシュ来るんです。すっごい来るんですよ。もう4人ぐらいのチームになって、ピンポンピンポンピンポン、方正アウトーとか言って、わー言うとるわ。アホやがな。そんなんも全てなくなると思ったら本当に嬉しいんでございます。まあいろいろちょっとね、まあ一席これからやって、まあ最後もバッとやるんですけど、ちょっと業務連絡がございまして、すいません、なんかいきなりですけども、業務連絡が。皆さんね、こう入ってくる時に僕のグッズ見たと思います。いろいろ売ってましたね。
なんかあのいろいろ売ってたんです。もうタオルとかあの手ぬぐいとかいろいろ売ってた。それは皆さんが来る時にちゃんと見えるようにこう売ってたんです。全然売れてないんですよ。いやアハハやないんですよ。本当に僕楽しみにしてきました。今日あー東京久しぶりのな、読売ホールや独演会嬉しいな、みんな喜んでくれるやろうな、みんなも待ち望んでくれてるやろうな思って、なんやったらすぐ速乾になるのかなとかね、グッズがあもっと持ってきたらよかったなとか、気憂に終わりました。いやお願いします、本当にね買ってください。あのここの読売ホールってすごいですね。やっぱりねなんかしっかりしてるというかね、あの僕の手ぬぐいを買ったら皆さんこれぐらいのカードがもらえますわ。はいはい、このカードがないとここから出られないらしいです。出られないんですって。こっから帰りたいでしょ。いや帰った方がいいと思いますよ。いやぜひ帰ってください本当に。